東海市は愛知県にある市、北半島の付け根にあり、名古屋市の南側に位置する。西側は名古屋港の一部である。大高和駅周辺のスカイライン、北半島の西北端に位置し、東西 8.06km、南北 10.97km に広がる。この地域は古来から典型的な漁村であり、特産品としてエビせんべいを終わり藩主に献上していたという。 エビせんべいの老舗、坂角層本舗の本社圏本店がある。カゴメの創業地でもある。西部は、小高い丘陵地が広がるが、長年農耕には向かない場所であった。愛知用水の開通で一大農産地へ転換し、製鉄所の誘致にも成功した。宗教工業地帯の名古屋南部臨海工業地帯の一角にある。愛知製光が本社を置くほか、 日本製鉄名古屋製鉄所や大道特殊工工場など中部圏最大の鉄鋼基地を要し鉄鋼の町として知られる農産物では吹きの生産量が全国一である市の名称は公募で決定され東海地方を代表するようなスケールの大きい名である全国的によく知られ知名度が高い中部圏の中心都市となるのにふさわしい名称である という理由で選定された東海市中心部周辺の空中写真埋め立て地に大規模な製鉄所が広がる1987年撮影の8枚を合成作成国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成市内の町名国外2005年に開催された愛知万博では 一市町村一国フレンドシップ事業が行われた。名古屋市を除く愛知県内の市町村が120の万博公式参加国をフレンドシップ相手国として迎え入れた。国内地下北部広域連合を設置している。地下北部三市一町の合併による30万、中核市を目指したが、大府市の反対で構想は破綻した。医師不足などから2008年4月に、 東海市民病院と民間病院の統合を行った。1974年5月3日、制定2010年3月4日、制定東海市立中央図書館、東海市芸術劇場東海市商工会議所、東海市の臨海工業地帯園突群。豊明市のに村山から南西を望む空と大田川、東海市は鉄と乱の町と呼ばれる。 愛知製光が本社を置くほか、日本製鉄名古屋製鉄所や、大道特殊工の工場がある。農業工業を言うなる東海ラスパ大田川、商業地下メディアスネットワーク成城大学日本福祉、大学東海キャンパス東方ガス研究所大田川駅、尾張横須賀駅ランランバス名港トリトンの寄りの空港は、中部国際空港である。名鉄とこな目線が、 中部国際空港駅に通じている。また、かつて大府飛行場が、東海市と大府市にまたがるように存在していた。市の中心となる駅、大高川駅路線バス高速道路 E1、A 伊勢湾岸自動車道87千田半島道路、名古屋高速4号東海線、国道県道港安樹楽園大仏寒福寺、大池公園大田祭り。ありがとうございます。